Hey everyone, it's Froggy, and I'm back again with another episode of Amnesia Memories. So, I left off after the prologue, but now that I'm back, I'm going to be starting in Heartworld. So let's do this. Encounter with Orion. Cool. Ow! My ears! So, Kimi, okite! Onegai, hayaku okite! あ、目が覚めた？あの、どうしよう。ここって病院だよね。病室だよね。こんなところでパジャマ着て寝てる君って明らかに入院患者だよね。ああ、病院に入れられるのだけは避けようって話したばっかりなのに。一体どうしてこんなことに。何か今の君の情報を探れるものはないのかな。ベッドに名札がついてる。うん、君の名前は君が思い出した通りみたいだね。他に携帯電話か身分証ってないかな。あ、ベッドの下にカバンがあるよ。起き上がれる？いった！ああ、うん、びっくりした。大丈夫？同化してる僕にも痛みが伝わってきたよ。なんだろう今の痛み。あ、君、首に包帯が巻いてある。首だけじゃないや、腕にも足にも全身傷だらけって感じだね。うん、あ、そっか、君はこの怪我で入院してたんだ。もしかして交通事故に遭ったとか。動けないほどの怪我ってわけじゃないみたいだけど、動こうとするとちょっと痛いね。入るぞ。あ、誰か来た。おい、いつまで寝てるつもりだよ。うう、 Okay, you're handsome. I like you. もう10時なんだけど、寝ぼけすぎだろお前。え、だって入院患者だよ。寝てて当然じゃないの。この人、病院の人じゃないよね。君の知り合いかな。ったく、何ぼーっとしてんだ。目、覚ましてやるよ。Well, okay then. でもらいます。あの、君、大丈夫？ごめんね、何もできなくて。嫌なら抵抗した方がいいよ。I don't think I don't like it.っていうか、いつまでキスしてるつもり？何なんだよ。今日は恥ずかしかって暴れないの？嫌がられないと、やめ時わかんないんだけど。おとなしくしてるなら先進むぞ。いいのかよ。ちょっとそれは本当にご勘弁ください。この子あなたのこと覚えてないんで。僕が叫んだところで聞こえないって分かってるけど、ねえ、本当大丈夫？マジで寝ぼけてるな。俺、退院手続きしてくるから、それまでに着替えておけよ。戻ってきたら声かけずに入るぞ。Oh dear. じゃ、また後で。This guy's very forward. I like him. 行っちゃった。とにかく今の男は君の彼氏みたいだね。っていうか、もし彼氏じゃなかったら入ってくるなりキスなんて大問題だよ。So mad. 彼氏なら当然なのかもしれないけど、君は全然覚えてないんだし、無理することないんだよ。あ、それよりまずは着替えないと、あの人に着替えを見られちゃう。そういえば、退院手続きしてくるって言ってたよね。君、もう退院するところなんだ。いきなり入院中とは言っても、思ったより状況は最悪じゃないみたいだね。退院手続き代行してくれるくらいなら、あいつは相当親しいんだろうし、今後も頼りにできる可能性は高いよ。本当に信頼できる人間なら、記憶喪失を隠すこともないだろうし、意外と先は明るいかもしれないね。
ていうか、なんで彼氏が退院手続きしてくれるんだろう。あいつも君も高校生か大学生くらいだろうし、普通は親がやるもんじゃないの？いや、まあ退院させてくれるならなんだっていいけどさ。あ、とにかく着替えようか。体痛むだろうからゆっくりね。置いてあった服着れた？よく似合うね。うん、かわいい。うん。さて、あとはさっきの男が帰ってくるのを待つだけだけど。ただいま、着替えた。はっぶな。もうちょっと着替えるの遅かったら完全に見られてたよ。確かにさっき声かけないで入るって言ってたけど、普通本当にノックしないで入ってくる？親しき仲にもって言うよね。ここはビシッと文句言っとく？Okay, so we got you could at least knock and knock. I'm gonna go with you could at least knock. だからさっきしないって言っといただろう。文句ならその時言えば。なんか本当に様子おかしいな。退院して大丈夫なのか？いやいや、大丈夫です。あれ、お前朝の薬飲んだ？ゴミ捨てた様子ないけど。あのさ、お前痛くないの？どうやったら毎日飲んでる痛み止め飲み忘れるんだよ。さっさと飲めよバカ。荷物片付けてるから。Aw, he cares. 言葉がザクザク刺さる。でも一応心配してくれてるのかな。とりあえず世話は焼いてくれてるみたいだし。あ、とにかく痛み止め飲もうか。痛いのは確かだしね。カバンの中にあるそれかな。意外と片付いてるな。棚の中も空だし。お前昨日自分でやったの？え、ああ本当だ。記憶を失う前に君が自分でやったのかな。 His eyes are kind of pretty. とりあえずここはうなずいておこう。っていうか余計なこと言えないからうなずくしかないよね。特にやることなさそうだし、もう行くか。あ、看護師にはさっき挨拶してきたから。家まで近いけど、タクシーの方がいいよな。なあ、俺、お前の家の周りよくわかんないから、自分で道順説明してくれよな。え、ちょ、家？This is a cute little scene.What's happening now? で、お客さん。無茶ぶり来た。 I'm not very good with directions. Maybe I have the address written down. I'm not very good with directions. はあ、ここに来るときにはすらすら説明してただろう。しょうがないな。あ、すみません。場所をうまく言えないんですけど、とりあえず寄進母親の方にお願いします。あとは曲がる場所を指示しますんで。かしこまりました。ふう、なんとか切り抜けた。記憶喪失って想像以上にハードだね。No kidding. 彼が言った行き先の名前に心当たりとかありそう？家に着けば何か思い出せるかな。There we go. I fixed the music on this. It was kind of really loud.ここが君の家か。家族と一緒に住んでるのかな、それとも一人暮らしかな。あ、まさかこの男と同棲？何自分家に見とれてんだよ。行くぞ。おい、どこまで行くんだよ。あ、やばい。鍵出さなきゃだよね。カバンの中探してみて。もしかして鍵出そうとしてるわけ？俺が預かってるだろう。どうやったら忘れられんの？しまった。怪しまれちゃったかな。Well, I was gonna tell him anyways, wasn't I? ワンルームか。
君一人暮らしみたいだね。うん。ってダメダメ、キョロキョロ見回したら怪しまれるよ。なあ、片付けはやるからお茶入れて。なんと、怪我人をこき使うつもり？隊員の許可が下りたってことは、最低限の日常生活はできるってことだろ。倒れたらベッドまで運んでやるから、俺がいる間にリハビリしろよ。ああ、なんてスパルタ式なの。仕方ない、お茶っ葉探そうか。 I think he's kind of sweet. I like this guy. で、この場合のお茶って何茶のことだろう。緑茶、麦茶、紅茶、もういっそ直接聞いちゃう。Is green tea okay? Barley tea, but what do you want to drink? Let's go with black tea. 別にいいけど、なんで突然そんな気取ったもん出すの。たまにはそんな気分なのね。ま、いいけどさ。はあ、彼いつまでいるつもりなんだろう。なんか人んちの荷物手際よく片付けてるけど、この家の鍵を預かってたわけだし、もしかして入院中の世話全部彼がやってくれてたのかな。ってどういうこと？親は何してるんだ。親は。まあ今はとりあえずお茶入れよっか。大体片付いた。着替え類は触ってないから自分でやって。お茶入ったか？テーブルに持ってこいよ。サンドイッチ買ってきてるから。food. I'm hungry. 朝から何も食べてないんだろ。とにかく何か腹に入れろ。言い方はきついけど、いろいろ気遣ってくれてるのかな。とりあえずごちそうになろうか。聞きたいことはいっぱいあるけど、何聞いてもすぐに見透かされそう。絡むの難しいね。なあ、もうこんな時間か。俺帰るわ。やっと帰ってくれる。この緊張から解放される。そろそろお前限界だろ。一人の間は誰も面倒見られないんだから、横になっとけよ。な、明日も来るから。Okay, I understand. No need to go to any trouble. だってお前様子おかしいし、俺は一日くらい予備校休んでも平気だから。Prep? あ、予備校生なんだ、こいつ。じゃ、また明日。あ、鍵はキッチンカウンターの上に置いといた。明日は普通に客として来るから。寝坊するなよ。やっと一人になれたね。なんかすっごく不審がられてた気がするけど、とりあえず病院に連れ戻されるのだけは避けられた。はあ、それにしても疲れたね。今朝まで入院してたんだもん。疲れるの当然だよ。あいつ無理させすぎじゃない？部屋の中も探ってみたいけど、もう体が限界みたいだね。横になって休みながら携帯のチェックしようか。Good plan. カバンの中身は、あれ、携帯ないよ。Oh, great. なんで今時の若者が携帯持ってないなんてことあるの。あ、病院にいる間は必要ないと思ってどこかに片付けといたとか。家探ししたいけど、とてもそんな体力はないよね。あ、とりあえず財布の中だけでもチェックしよう。身分証があるかもしれないし。あ、あるある。明賀大学心理学科1年。ふーん、大学生なんだ。さっきのあいつは明日予備校だって言ってたよね。あいつは浪人したのかな、それとも年下なのかな。同年代くらいなのは確かだけど、今日一日喋ってたのに未だに名前もわかんないよ。<Yeah. S 1> でも家の鍵を預けておいたり、退院の手続きを頼んだりしてたわけだし、記憶を失う前の君があいつを信用してたのは間違いないよね。
でもこれって普通彼氏に頼むことじゃない。よっぽど家族同然に付き合ってたのかな。ちょっと様子を見てみて、本当に信頼できそうなら記憶喪失を打ち明けてみるのも手かもね。うん、あ、本当に仲が良かったなら家のどこかにアルバムとかその手のものがあるかもしれない。 That's true. でもちょっと体力の限界かな。とにかく今日はお疲れ様。明日も分かんないことだらけだけど頑張ろう。 Okay. Anyways, I'm gonna end this episode here for today. Hope you guys enjoyed it. If you want to see more, just click the I at the top. And don't forget to subscribe. Thank you guys for watching.